はい、どうもピカチュウです。それで今回の企画じゃない、もう報告ですね。今時刻が11時44分ですけど、今日月曜日です。なんで家にいるかっていうと、まあ、まず今めっちゃ喉痛いんですけど、喉痛くてそれで保健室に行ったんですよ。で朝測ったら熱ね、熱をこの頭の方なんですけど、こっちで脇の方じゃなくて頭の方で測ったら 6.7 だったんですよ。で、あ、6.7 だったらな、全然余裕じゃんと思って学校行きました。で、1時間目、英語で英語終わって、2時間目技術で、それ終わった後に、いや、喉痛いから行くかってなって行ったんですよ。ちょっと友達とね、2人で、ちょ、来てくんねみたいな感じで行って、それで、ベース行って、熱測ったんですよ。熱測ったら熱あって、それで帰ることになったんですよ。だから俺ワンチャンコロナかもしんねえ。コロナだったらマジでみんなごめん。ほんとごめん。コロナか、いいけど、これでコロナだったらちょっと嫌だな、俺。まだ、みんながさ、周りのみんな、コロナなってるんだけど、なぜか俺だけ結構避けてきて、避けるっていうか、なんかなかなかなんなくて、なんか耐えたんすよ。けど、ここに来て、なるんかな。それが怖いっすね。で、今のところ、まだ、体元気っす。まあ、多分ね、今眠いんだけど、何もしてないから、眠いんだけど、まだ、ね、コロナってなんか、喉痛いし、熱あるし、なんかだるいみたいに吐き気とかなんか言われてあるじゃん。だけど、まだ、全然体だるくないから、結構余裕で、できるんだけど、喉と多分熱があるらしくて、今家にいます。本当に、てか寝ようかな。喉痛いんだよな。しかも俺朝学校行くときに喉飴舐めたりしたんですよ。なのになんか治んないっすね。なんでだろう、怖いよ。まあ、ということで、まあコロナだったらまた動画撮りたいと思います。よろしくお願いします。ということで、みんなは家帰ったら手洗いうがいをしろよ。なんか髪の毛が取れた。まあ、手洗いうがいぐらいはちゃんとしろよ、みんな。本当に、やめに君が。ということで、ありがとうございました。またコロナだったら、どこ撮ります。じゃあね、オスピカ。